どうも皆さんこんにちは。こんにちは。今日もね、スーツの動画でもないですし、バイクの動画でもないんですよ。まあバイクじゃないんですか。ないです、ないです。今日はね、私が今ちょっとハマっておる。ハマっているものがありましてですね、はい、40半ばになってきてやっぱりこうあの姿勢が悪くなってくるのね。ああ、うん、そうですね。で特にあのスマホゲームやるやん俺、うん、でスマホゲームを1日やってたらびっくりするぐらい姿勢悪くなってんねん。でも俺スマホゲームいろいろやりだしてからもう 3,4 年経つわ多分。まあうん、こうずっと下向いてこうやったりとか下向いて1日過ごすことが多かったわけですよ、はい、ほんならな猫背になってきてなりますね。なるなるなる。誰しも感じてるんじゃないですかそれって。結構ゲームやらない人もスマホ見てる時間って異常に長いじゃないですか、うん、みんな今姿勢悪なりますよ絶対。うん、これでも俺もバイク大型免許を取りに行ってんけどもう自分の体の劣化が急激に早なってるわけですよ。姿勢が悪くなることによって実感できる。実感できてます。大型免許はそういう効果もあったんです。あったんですねでこれじゃああかんとネットでこうやってなんかないかなと思ったこの猫背矯正ベルトっていうのを背筋サポーターとか売ってましてですね。興味ありますねそれ。僕もめっちゃ1200円か1300円かな、俺がこうだ1299円かなアマゾンで。安いですね。うん、それを一回かかってみて、もう実際今もう着用してるんですよ。あ、もうしてるんですか。してます、してます。こうほらまだよくわからないですけど、ちょっとこんな感じですよ、ね、こういうやつですよね。これね、ようできてるんですよ、これこう、こう、わかります。これはこうあるじゃないですか。すごいマジック。あ、これどうやな、こうやな。これで、あれすんだけどメッシュ素材ですわ、言うたら。あー、蒸れないですね。蒸れない素材で、ね、うん、できないで、こう伸縮するやつやけど、これが最初来た時にどうやってええか分からへんわけよ。分からないですね、この形の。こんな状態でこう、で説明書もなかったよ、これ何これ言うて、どれがどれか分からへんわけや、言うたら。これな、一人でやりにくいんよ、すごい。この後ろ通されへんわ。これ陸的に言うたら、肩がこういう状態ですわ。背中に通さなあかんわけですわ。だからこういうクロスさせるんですね。そう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 。でこれをこれな一人ではやりにくい。こういうふうにこうベストみたいに着るわけですよ。ワッキーめっちゃ汗かいてる。こうなってまずこの胴の方はねなんかはいはいはい、その胴の方ちょうだい。そうですね。この これはあんまりあれやけど固定するだけやねんけど、ここのこことここをこう軽く取ったるわけですよね。で、はい、これだけでもまだここ閉まってないね。はい。だからこれのこいつやったらこっちから出てるやつをこうあるやんか。これをギュッて引っ張ったったら、あ、これを引っ張るとこっちが後ろに引かれるんですね。そうで、こうなってこれ、ね、こう引っ張るとこっち側の反対側が後ろに引っ張られると、こうなるわけですね。あ、でこうほんならここは背筋が伸びこうなってるやつがこうなっていくっていう代物ですわ。なるほど。これを買うたわけですよ。これ1300円ですわね、お買い得じゃないですか言うたら。こういうのを買うてしまったらまあ買いも欲しいし、もっと上のクラスはどうなんやっていうことで、言うても1000円ですからね。これ1300円ですよね、安いじゃないですか。じゃあほんとやってみようということで、いいのちょいろいろたくさんあって買いましたよ私。よし、こいつこれ見て、ほらすごいなんかボリューム感がもう やばいやばい、だいぶ変わりましたね。なんかここの背のところに日本の鉄が入ってんの、これ。おお、触ってみ。ほんまや、やばない、この硬さ。この日本のこの筋の部分です、うん、上から下まで鉄の棒が入ってます。うん、さっきのと違って単純ですね、作りが。そうですよ、もうこれも単純やねんけど、ふにゃふにゃすぎて同じことやねん、これ。要はちょっと頼りないですかね。若干肩の部分の厚みが足らん気はしますよね。うん、でこれもうパッて見た時、これどれがどれやねんってなるやんみたいな。これを見てください、もう分かりやすいですよ。海を泳ぐ時の救命器具みたいになってますよ。ほんまですね。うん、一つ一つが分厚いやんか、これ肉厚がな。これはすごい。だからこれ自分でこう装着できるんですよ。だからこのままこう、あ、ここあれやろ、ここを持ってこうするんですよ、ループが抜けないように。でこう見てください、これちょっとリックサックを背負いみたいにして。ほんまですね。ここの胴あるじゃないですか、ここ胴、ここの缶。ええねん、もう一人でやんねん僕お父さんもうそんな手伝うんだけど、こうなるわけですわ。こうですよね。はいはいはい、ね、こうですよ。あれですよ。でこのままこうですよ。このまま軽く止めてやるんですよ、はい、ね、これはもう固定するだけですよね。ここも幅が全然違いますよ、さっきのやつと。違いますね、うん、でこれも、なるべく
なんかね、別に狐でせんでいいです、ゆっくりやってください、出てますやんか、はい、なんかこっち側のやつ、もう容量はさっきと一緒です、これこれやな、はい、こっちのやつをやることでこっちが引っ張るわけですよ、こういうふうに、はいはいはい、こうきつく初めはやらんように、まあ、こうやって押す、こっちがまだグダグダですわ、はい、こっちってことはこれですわ、はい、これこれを引っ張ったら肩が、なるほど、なこういうふうになるわけですよ、ほらどうでしょう、こうまっすぐね、背広着た時もこれな、でもな2つともやってもそうやねんけど、背が高く感じたような感じ、だから今までこうやってたけど今までの立ってる視線と全然違うねん、まっすぐですもんね、確かに、おうおうおう、まあ、こう背中がこれまっすぐやな、2センチぐらい変わってんちゃいます、うん、そんなに丸いんだ俺いやこれいいですね、これいいやろ、めっちゃ欲しいっすもん、でもこれちゃんと説取り扱い説明書ちゃんと書いてたと思うね、1時間制2時間制って書いてたから、無理せずやった方がいいと思う、俺はとりあえずもう気に入ってるから一日してみようと思ってるけど、一日死んだ時体調不良だったら帰ろうかな俺で、大丈夫でしょ、分からへんやん、 何が起こるか分からへん、2時間以上経ったらこの背中のプレートが刺してきるから怖っ、ええやろこれ、これってね、これ高い方がいくらだけど3499円って買いました、全然お手頃価格、お手頃価格3500円でこれが買えるから、しっかりしてたらそれは僕も買ってみようかな、でかさばらないですもんね、別にその上からシャツ着ても全然、もうね、ネット上はなちょっと重いって書いてたけど、お今俺昨日もやってみたけど重さはあんま感じんかったけどな、もう多少はまあこっちから軽くたら重いとは思うけど、まあ、鉄入ってますからね、うん、2時間やるぐらいやったらそんなに重さは感じんと思うけど、まあこれは個人差ですわ言うたら、まあ、ちょっと軽い負荷かかってるぐらいでトレーニングにもなるじゃないですかと思うけどな、ね、でも自分が思ってる以上にこうなりにくいな、やっぱりこう引っ張ってるから、ああそうなんです、うん、なんていうかな、スーツ着た時もいや絶対そう思いますよ、やっぱ猫背で、うん、こうなってるよりシャンとこう立ってる方がスーツもかっこよく着こなせると思いますよ、うん、まあ今日はジャケスラですけども、そのベルトの部分も実際ウエストよりも上若干上に着てるからベルト締める時も重なることはないわ、俺の場合はな、だからまあこうなんだよ、だからちょっとここがここで出てるけど、まあまあでも全然わからないですよ、まあ、ここがベルトやねん、でもあくまでこれは強制ベルトやから、例えば午前中2時間やって外して、で夜お風呂上がりに2時間やってっていうのもありやと思うよ、うんうんうん、うん、で俺は今これにハマってる、ジャケット着た時もあの何ていうの言われへんかったらまあわからへんのかなと思うけどね、全然朝もだってしてきてましたもんね、本当に、うんうん、全然わからなかったですよ、ほんならこう姿勢がピチッと、これサイズ L、 まあ締めれますね、まあ、締めるからね、言うたら、アサミの場合は M サイズでいいと思う、うんうん、75から、俺はもう L サイズで、僕でもやらせてもらったけど全然、うん、緩い感じもなかったですし、うん、多分だから M にしたらもっとすごい引っ張ってくれるんでしょうね、うん、すごいなお前、ほんまそう思うわ言うたらもうこう、なんていうの、まるで初めて見たからのように最初言うといて、だんだん徐々にやったことを言うてしまうというね、バラすんです、バラすタイプです、だいたいバラしていくスタイルです、はい、やったんですよ、実は実はやったんですよ、2つとも今日朝それで盛り上がってな、明らかにこっちの方がいい、あの後から紹介した方がな、個人的にはな、でももうそこまでせんで安価で済まそう思うことはこっち方がいいと思うよ、うん、俺はもう2つでいくから、両方つけるもうできたら2つ重ねてやったろうかなあ、やりましょう、やれへんわそんなもん、洗えるんですかね、これ、これ洗える、まあ、これはいけるでしょうね、うん、こっちが鉄があるからな、うん、幾多にやらしてみたいな、やってほしい、ほんまにやってほしい、幾多は究極の猫背やもんな、はい、で、あれでこう、まっすぐにしたら死んだらどないすんだよあいつ猫みたいやから、ほんまの直道と幾多マネージャー猫背ですからね、うんうんうん、まあいうことで、この、よかったら僕もちょっと試してる段階なんで今のところ不都合ないんで一回紹介させてもらおうと思いました、はい、別にあのこれはあの企業案件でもないですし、僕の個人的な意見ですよね、言うたらいいと思ったから紹介しただけの話、そう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 、企業案件なんか来て飛びついてくるもんねということで、今日は猫背矯正ベルトを紹介させていただきました、どうもご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。